マッチアップ女子あるあるで打線を組んでみた。はい、ということで今回はですね、マッチアップにいる女性のあるあるで打線を組んできたんですけども、まあ思いのほか選手層が厚くて結構スタメンを決めるのに苦労しましたね。ただめちゃめちゃ強い打線にはなったと思いえーす。最初に注意喚起にはなるんですけども、さっきマッチアップあるあるみたいな感じで言いましたけれども、まあ、要はですね、モテない男のマッチアップ女子への文句を言う動画になってます。なので、数少ない女性視聴者の皆さん、不快になる可能性もあるところで、そこのところご了承お願いします。はい、ということで、早速スタメンを発表していきたいと思います。まずは、1番、セカンド、メッセージ冷たいって言われます。まずさ、マッチングアプリって、そもそもコミュニケーションツールじゃん。冷たいって言われてるなら改善しろよなっていう風に思うんですよ。これって要はお前ら私のこと楽しませろよっていうのの言い換えでしかないと思ってるんですね。私からメッセを盛り上げることはしませんよっていう決意表明ですよ、これは。俺いつも思うんですけど、コミュニケーションって双方が楽しもうっていう意思がないと絶対成立しないじゃないですか。なんで男が楽しませて女が楽しませてもらう側なのっていう風に、そういうスタンス取んなよってめっちゃ思うんですよね。だし、なんとなくイメージなんですけど、こういう女性ほどイケメンにやり捨てされてません？僕はイケメンじゃないんで、考察でしかないんですけど、イケメンの視点に立つと多分性格の悪さ滲み出ちゃってるんですよね。性格の悪さが滲み出ちゃってるせいで、恋人ルートからやり捨てルートに行ってしまってるやんっていう。結局ね、損するんですよね、そういう態度って。だからこそ、救いたいんだよね。俺こういう女子を。結局ね、回り回って不幸になっちゃってる気がします。ということで次。2番ショート、割と人見知りな方です。いや、大人になって人見知りって恥ずかしくないのかなと。だって俺だって人見知りだよ。でもさ、マチアップの人と初めて会う時とか、それこそ仕事の時とかっていうのは、スイッチ切り替えて、まあ人見知りじゃない風に装うわけじゃん。あと、仲良くなったら結構喋りますみたいなことを書いている女子もいるじゃないですか。いや、大体そうだから！いや、大体そうだから！おう。ちょっと思わず V 字開脚しちゃったんですけれども、いや、大体そうだから！いや、仲良くなってもそんなに喋れないってどういう状況でそれ仲良くねえだろって思いますね。次、3番レフト、もうちょっと仲良くなってから。これはですね、メッセージのやり取りをしていて、そろそろ会いませんかって言った時の返答でよく返ってくるメッセージなんですけれども、俺の経験上、こういうこと言う女子に会えたことないんだけど、みんなどう？マジで。これは聞きたい。こっから打開する方法あんの？正直昔の俺はこれが帰ってきたら、あ、そうなんだと、まだ仲良し度足りないんだと思って一生懸命仲良くなろうとメッセージしてたんですね。でも結局会えないってことに気づいた。これ結局会えないのよ。だからもう最近はこの返答が帰ってきたら返信もせずに切っちゃってる。樋口カッター、樋口カッターしちゃってる。そして次、4番ファースト、出会い求めてないですか？じゃあマッチングアプリやるわよクソが。じゃあマッチングアプリやってんじゃねえよ。出会い求めてないですきりじゃねえんだよ。場違いすぎるからどっか行けよ。そして5番センター、休日は家でゆっくり過ごしてます。これはね、休みの日何してるんですかの返答でめちゃくちゃ多いメッセージですね。これもしかしたら、これマジで怖いのが、今見ている女の人、今見ている女性視聴者、何が悪いのって思っちゃってるかもしれないですけど、このメッセージね、答えになってないんですよ。みんな好きな食べ物何って聞かれて、お惣菜ですって答えますか？いや、何のっていう話じゃないですか。いや、そこを知りたいのと、何のお惣菜が好きかを知りたいのよっていう話じゃないですか。それと同じことなんですよ。お惣菜なんて誰でも好きじゃないですか。その中身が知りたいわけじゃないですか。休みの日家でダラダラしてます、家でゆっくりしてますってみんなそうじゃないですか。その中身が知りたいのよ。その中身を教えるよ、マッハパンチ。はい、次なんですけども、6番ライト、最近副業が好調です。ここまでダイレクトに言ってくることは少ないんですけれども、主に職業の話になった時ですね。何の仕事してるんですかって言った時に、看護師してます。でも最近、掛け持ちの仕事が好調で、やめようかなって思ってます。みたいなね。これ、出会ったことない？結構合ってるんだよね。俺の地域特有のものっすかね、これ。なんか他の稼げる仕事を匂わせてくるっていう。で、ここで、俺たちが、掛け持ちってどんな仕事してるんですかって聞いたら、マルチの話をしてくるんですよ。ね、もう分かってるから。お前らの手口。もうお前らのスキームって、お前らが思ってる以上にバレてんのよ。消費者そんなバカじゃねえから。頼みます。7番サード、今月でやめます。いや、勝手にやめろよ。勝手にやめろよ。
や別に別にプレミア感出ないよっていう、いや別にそれでおじゃあ、あじゃあいいねしようってならないから、うん、結局ねこういうことを書いてる女性ってまあ承認欲求でやってると思うんですよね。十中八九注目されたいっていう気持ちで、悔しいけど確かに今月で辞めますって書いてあったらやっぱプロフとか見ちゃうのよ。で実際にこれを書いている人が結構多いってことはまあそれだけいいね稼げるっていうことだと思うんですよね。でもねあなたみたいな承認欲求モンスター絶対今月辞めないでしょ。やめるやめる詐欺でしょ絶対。どうせまたすぐマッチアップ戻ってくるでしょ。なんかね彼女になったらメンヘラになりそうだなって俺は勝手に思ってるんですよ。これもう俺のまあ偏見でしょうけど、なんかねうじ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 うるさそうっていう。8番キャッチャー趣味はカフェ巡りですね。意味不明な趣味ナンバーワン。じゃあ君さ1日何軒カフェ行くの。1日3軒4軒カフェはしごすんの。もう膀胱膨れ上がるよ。カフェって利尿作用あるんだから。もうおしっこ止まんなくなっちゃうよ、そんなの。それに君、ブレンドとかについて語れんの？まあ、ここのブランドが、ブレンドが、とか言えんの？どうせあれでしょ？カフェ巡りかっこスタバでしょ？わかってんのよ。で、時々おしゃれな店に行ってそれをインスタに上げるぐらいでしょ？それをカフェ巡りって言っていいの？例えばさ、君たち女性に俺らみたいな男が、僕の趣味はカードショップですって言われたらどう思う？困るでしょ普通に。あーってなるでしょ。それと同じなんだよね。マジで。いやこれマジ誇張抜きでほんとそれと同じなんだよね俺らの感覚。あとウィンドウショッピングもそう。ウィンドウショッピングしてます。カードショップ巡りと一緒なんだよね男にとっての。まあ推測するに多分ほとんどの女性は無難な趣味として、まあ、特にそのプロフにかける趣味がないから無難な趣味としてカフェ巡りとか食べ歩きとかウィンドウショッピングとかっていうのを書いてると思うんだよね。でもね、ちょっとずれてんのよ。正直ね、カフェ巡りが好きですって書かれるよりもね、スタバが好きですって書いてくれた方がまだ話が広がる。これはね、本当に全女子に言いたい。よろしくお願いします。続きまして、9番ピッチャー、好きになったら一途です。いや、好きになって一途じゃないやついるの。また出ちゃうよ。また V 字開脚が出ちゃうよ。いや、好きになっても一途じゃないやつおらんやろ。いいボール放ってきますね。道徳を学んだ人間ならみんなそうだろうと。ちょっと言ってることがおかしいんで、いや、別に何のアピールポイントでもないよと。大体そうだよっていう。好きになったら一途みんなそうでしょっていう。そして中継ぎ、ややぽちゃです。可愛い言葉でごまかさないでほしいなって思いますね。売春をパパ活って言ってるのと同じ原理なのかなと。そして抑え、よくサバサバしてると言われます。性格悪いだけです。そして多分サバサバしてるって言われてないし、言われてないでしょ絶対。本当にサバサバしてる人って、まあ、自分に芯があって自分は自分他人は他人みたいな人のことを言うと思うんですよね。でもなんとなく俺のイメージで自称サバサバ系女子ってむしろドロドロでねちっこいイメージなんですよ。私思ってることは口に出しちゃうんだよねっていう発言を盾にただただ口が悪くてただただ攻撃的っていう。そのくせ自分が陰口言われてたりしたらめちゃめちゃ打たれ弱いっていうイメージあるんですけどどうですか。マジで何なんだよお前っていう風に思いますけれども。はい、ということで以上が俺の考えた最強の打線でございまして、どうこの超重量打線に豪華な投手陣。もう侍ジャパンならぬマッチアップジャパンですよこれは。このオールスター感。まあですね、他にももっと僕が気づいてないいい選手いると思うんでですね、ぜひ皆さんコメント欄で教えてくれたらと思います。ということでですね、本日の動画は以上でした。ありがとうございました。